本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。時間になりましたので、オンラインセミナー気候非常事態ネットワーク CEN 指導、自由で包摂かつ公正なカーボンニュートラル社会への国民運動時代を開始させていただきます。本日は5名の方にお話しいただきます。東京大学名誉教授、CEN 設立発起人委員会委員長、山本良一先生。株式会社日本能率協会コンサルティング取締役、CEN 幹事、亀ヶ森正幸先生。科学技術振興機構低炭素社会戦略センター LCS 研究統括、森俊介先生。日本科学未来館科学コミュニケーション専門主任、池部康先生。そしてモデレーター、株式会社 MC プランニング代表取締役、CEN 発起人、薄葉よしえさんです。それではモデレーターの薄葉さん、よろしくお願いいたします。薄葉さん、マイクがオフのようです。はい。画面の共有をさせていただきます。画面の共有ができますでしょうか。平川さん、恐れ入ります。まだ投影されていないようです。はい。失礼いたしました。画面の共有はございますでしょうか。恐れ入ります。こちらに届いていないようですので、事務局の方から投影させていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。失礼しました。こちらでご覧ください。はい、拝見できております。はい、失礼いたしました。ご紹介ありがとうございます。台風や豪雨災害の頻発化や激甚化など、気候危機を背景に気候非常事態宣言や2050年のゼロカーボン宣言を行う自治体や、日本の企業などが国内でも増加しています。そのような中、産官学民などの関係者からなる気候非常事態ネットワーク CEN が先週の11月18日に発足しました。一刻も早くカーボンニュートラル社会を実現しなくてはならない今、私たちは今何を知り、何に気づき、何を行動しなくてはならないのでしょうか。本日は山本先生、亀ヶ森様、森先生、池部様をお迎えしまして、エコプロオンライン2020の JST のブース、科学技術振興機構のサイトからこのテーマを発信できますことは大変意義深いことと心より御礼申し上げます。関係者の皆様、誠にありがとうございます。そして番組に今アクセスしてくださっている皆様、全国各地からありがとうございます。ちょっと冒頭のトラブルがありまして失礼いたしました。また本日は海外ハワイからもアクセスをいただいていると思います。
ハワイ州はいち早く気候非常事態宣言を発出されましたリーダーでもあります。今日は90分間という限られた時間ですが、先ほどスライドゥの案内がありました。ぜひチャットで皆様からもご意見をいただきながら進めてまいりたいと思います。さて、この自由で包摂かつ公正なカーボンニュートラル社会への国民運動時代と題しまして、先ほど私も CEN、 このクライメートエマージェンシーネットワークの発起人とご紹介いただきましたが、実は発起人は先週時点では189名、そして昨日時点では48社団体が協賛をされていると伺っております。まさにオールジャパンで取り組もうという機運にあふれています。このネットワーク CEN はクライメートイマージェンシーネットワーク、気候非常事態ネットワークなのですが、このクライメートクライシスという気候危機よりもこのエマージェンシー、これは一刻も早く直ちに行動して問題解決しなくてはならないという大変強い意味が示されていると、先日山本先生よりご教示いただいたところであります。先週の水曜日11月18日設立総会です。脱炭素化社会、この実現に向けて国民運動が宣言されました。またゼロエミッション東京戦略や気候危機行動宣言を行った小池百合子東京都知事よりご祝辞もありました。都庁第一庁舎はすべて再生エネルギーで賄われているということ、また今後の卒フィット対応や2020大会のエネルギー対応などについて市民青少年がつながっていくことを強調されていたことが大変印象的でした。また小泉進次郎環境大臣からもビデオレターを通じて、日本の環境問題の取り組みを産業構造や社会変革につなげる、またコロナ前に戻るのではなく2050年のサーキュラーエコノミー、これは循環経済という意味ですが、その実現や脱炭素化へのこの CEN の追い風を期待しているとメッセージが寄せられました。そしてその翌日と翌々日、11月19日20日には、早速国会の衆参両院で気候非常事態宣言が決議されました。このニュースは皆様もご覧になったことかと思います。本日は初めに山本先生より世界の気候非常事態宣言の経緯、国内外情報とこれからの展望について、そして東京お台場日本科学未来館からは、池田様に目で見る地球の過去現在未来、気候非常事態の今、サイエンスデータによるシミュレーションでインフォグラフィックを皆様にご覧いただきます。また今回 CEN では気候非常事態宣言を通じた具体的なアクションプランガイドが、アクションプランのガイドが作成されました。こちらにつきまして、また世界の実践事例につきまして亀ヶ森様からご紹介いただきます。そして JST の低炭素社会戦略センター森先生からは2050年の日本、温室効果ガス排出量ゼロ社会の実現と日本の科学技術最先端情報についてお話をいただきます。どうぞ最後まで皆さんじっくりとお付き合いいただきたいと思います。それではこちらの共有を停止しまして、山本先生の資料の方をお願いいたします。山本先生こんにちは。こんにちは。今年のエコプロはオンラインになりました。今画面共有をしていただきます。はい、ありがとうございます。それでは、ご紹介ありがとうございました。今宇都さんからご紹介ありましたように、先週18日に、気候非常事態ネットワークが設立されました。これは緩いネットワークでありましてですね、気候非常事態宣言をしてですね、一刻も早くカーボンニュートラル社会を作ろうと、そういう国民運動をやろうということです。私の方からはそれに関わるですね、内外の動向を皆さんにご紹介したいと思います。それでもう30年近くですね、地球温暖化対策はやってきたわけでありますけれども、
ただこれまでの30年はですね、まあ、100年を何とかしようと、まあ、そういうゆっくりとした動きだったと思うんですね。ところがこのところのですね、極端な気象の頻発、まあ、さまざまな科学的な知見の蓄積によってですね、このままではですね、まあ、手遅れになると。それで集団が危機意識を共有してですね、団結力を高め、まあ、総動員体制、社会の総力を挙げて、現在の危機を突破しようというですね、国際的な運動が、まあ、起こったわけです。ですからキーワードはこのエマージェンシーと、モビライゼーションということになるわけです。でその一つの根拠はですね、まあ、これは後で池間さんの方から詳しくご紹介があるかもしれませんが、過去6600万年の地球の表面温度の変化を見ますとですね、ずっとこのなだらかにですね、ゆっくりと地球は寒冷化してきたわけですね。ところが産業革命以降、大量の温室効果ガスを空気中に放出してですね、あと300年でですね、6000万年前の暑い地球にですね、戻ってしまう、まあ、そういうことが、まあ、だんだん分かってきたわけですね。ですからこの地球はですね、さまざまなプラスのフィードバック機構がありましてですね、まあ、詳しくは申し上げませんが、さまざまなところでですね、温暖化を加速するメカニズムが働き始めておりまして、このままではですね、灼熱地球になると、つまり現在より4度 C から5度 C 温度が数百年の後に上がってしまうと、まあ、そういう恐れが出てきているわけです。で、昨年の11月6日にはですね、まあ、世界の153カ国、11,258 名の科学者がですね、合同で気候非常事態を宣言しております。また日本においてもですね、日本学術会議の会長、まあ、山際先生からですね、まあ、同じような気候非常事態宣言が出されております。で、そこで国際社会ではですね、4年前、2016年12月にオーストラリアのデアビンが自治体として初めて気候非常事態宣言をしました。ところが2017年、18年、ではですね、全世界で宣言した自治体はわずか、まあ、25くらいにとどまったわけでありますけれども、昨年2019年になりますとですね、これが良縁の日のごとく全世界に、まあ、広がりました。その原因の一つはですね、世界で子どもたちがですね、立ち上がってこのままでは私たちの未来が危ないと、大人にですね、もっと根本的な対策を要求するという運動が、まあ、起きて、まあ、これに刺激を受けてですね、全世界でですね、自治体が気候非常事態あるいは環境の非常事態を宣言して、具体的な対策をですね、取り始めていると。で、現時点ではですね、世界の33の国のですね、1840を超える自治体が気候非常事態宣言をしております。で、日本も昨年の9月25日に、長崎県の壱岐市、10月4日に鎌倉市が宣言をしましてですね、現在、日本の自治体1741のうちの42の自治体がですね、まあ、宣言を行うというところへ来ているわけであります。で、昨年5月1日には、英国労働党が会員に動議を提出しましてですね、全会一致で環境と気候の非常事態宣言が可決されました。その後12の国で同じように非常事態が宣言が可決されたわけでありますが、まあ、先ほどご紹介のありましたように、先週19日20日とですね、日本の衆参両院の本会議で全会一致でですね、日本も気候非常事態宣言を可決したわけでございます。これはヨーロッパの議会が気候非常事態を宣言した
写真ですね。それで私が今日特に強調させていただきたいのはですね、これは国民運動でありまして、自治体や国家が気候非常事態宣言してカーボンニュートラルアクションプランを作るばかりではなくてですね、この社会のあらゆる組織がですね、同じように非常事態を宣言して具体的な行動に移っていると、まず将来の社会のを担うですね、人材の育成にあたる大学が続々と今気候非常事態を宣言しておりまして、まあ、おそらく250を超える大学がですね、すでに宣言をして、早ければですね、5年後10年後にカーボンニュートラルを目指すと、まあ、いうことを約束しているわけです。昨年4月17日にはブリストル大学、これがブリストル大学ですね、4月17日に気候非常事態を宣言しています。カリフォルニア大学はですね、これは10の分校すべてがですね、あと5年で、気候カーボンニュートラル を実践達成すると、まあ、いうことを、まあ、約束しているわけです。まあ、我が国においてはですね、千葉商科大学が初めて気候非常事態宣言をして、再生可能エネルギー 100% をすでに達成しているわけでありますけれども、5月になりましてですね、これは女子大学として初めて清新女子大学が気候非常事態宣言を行いました。それから建築家協会が続々と今宣言をしております。イギリスの王立英国建築家協会、アメリカの建築家協会、それからこれオーストラリア、ニュージーランド、ベルギー、イタリア、ドイツ、スウェーデン、カナダ、アイルランド、デンマーク、フィンランド等々の建築家協会が宣言を行っておりますが、まあ、日本建築学会もですね、現在宣言をする予定でいるそうであります。でコロナの非常事態宣言は皆さんご存知だと思いますが、実は気候変動はですね、公共の健康の非常事態であるということは、まあ、よく承知されておりましてですね、まあ、そういう観点からも WHO はですね、まあ、一刻も早くこの気候変動がですね、公共の建築の非常事態であるということを宣言すべきであると、まあ、いう意見が今出されているわけです。で、この我々の健康ですね、これ熱中症とかですね、感染症の拡大、さまざまな問題がありますが、医師会ですね、お医者さんたちの団体はですね、続々と今宣言を行っています。例えば英国、オーストラリア、それから世界医師会がですね、気候非常事態を宣言しております。で、イギリスではですね、このデリバリングはネットゼロナショナルヘルスサービスと、その病院経営、病院の運営で、これはネットゼロにする、温室効果ガスの排出をゼロに、調味料ゼロにするということの、分厚いレポートがですね、まあ、これ、出版されたばかりであります。一方、この文化芸術団体も続々とですね、非常事態を宣言しています。文化が非常事態を宣言する。これはまあ博物館、美術館、劇場等ですね、まあ、文化団体がですね、続々とエマージェンシーを宣言している。例えば音楽界がですね、No Music on a Dead Planet、死んだ惑星にはもう音楽はない。それからこれはイギリスの自然史博物館でありますが、このミュージアムがですね、続々と気候非常事態を宣言している。これは池部先生にぜひお願いしたいのはですね、日本科学未来館は真っ先に日本で気候非常事態宣言をしてですね、それを国立科学博物館等ですね、他の博物館に及ぼしていただきたい。これイギリスの有名なテートギャラリーですが、これ気候非常事態宣言をしてます。それから観光業がですね、気候非常事態を宣言して具体的なカーボンニュートラルアクションプランの作成を今行っているわけですね。まあ、トゥーリズムディクレアーズ、クライメットエマージェンシーと。じゃあ、我が国はどうかって言いますと、まあ、先ほどお話ししましたように、9月25日以降ですね、まあ、続々と、気候非常事態を議会が可決し、
市長がですね、それを宣言すると、まあ、いうことが今続いているわけです。で、最近の情勢を皆さんにご紹介しますとですね、最近、例えば8月3日、茨城県の取手市から岩手県の矢巾町、鹿児島県の沖永良部島の知名町、長野県の小諸市、神奈川県の相模原市、長野県の佐久市、岩手県の宮古市で、一番最近ではですね、この東京都の世田谷区が宣言をしております。それで2月20日にですね、気候非常事態宣言を目指す超党派議員連盟が発足しまして、実は2月中に可決する予定がですね、まあ、コロナ騒動によって延期されて、まあ、先週末のですね、19日20日に衆参両院で、全会一致で、気候非常事態が宣言されたと、宣言が可決されたと、まあ、そういうことでございます。で、幸いですね、我が国はやっとですね、このナショナルポリシーを全面的に転換した。10月の26日、菅総理の所信表明演説においてですね、2050年、カーボンニュートラルの目標がですね、表明されました。これは大変重大な決断だと思います。で、これが国会における気候非常事態宣言の、まあ、案と書いてありますが、すでにこれは可決されているわけでございますけれども、この国会の決議はですね、まあ、シンボル的なものでございまして、まあ、ここで何か拘束力のあるですね、そういうことが決められたわけではございませんが、まあ、非常に大きなですね、影響力を持つと思っております。そこで、問題はですね、具体的に我々はですね、どのようにカーボンニュートラル社会を実現するかということに移るわけであります。で、2050年カーボンニュートラル、これは国全体で達成しようとするとですね、これは自治体ごと、あるいは学協会とか大学とかですね、いろんな組織ですね、まあ、特に企業、国の目標よりもですね、もっと前倒しでカーボンニュートラルを達成しなければいけない。そうでないと国全体としてですね、2050年カーボンニュートラルが、まあ、達成できないと、まあ、そういう点から考えて、実はイギリスは非常に先を行っておりましてですね、460余りのイギリスの自治体がすでに、気候非常事態宣言をしておりますけれども、そのうちの160を超える自治体がですね、まあ、2030年くらいをめどにですね、カーボンニュートラルを目指すと、まあ、もちろんこれはスコープ1、スコープ2の範囲のですね、排出量でございますけれども、例えばノッティンガムは2028年、ブリストル、リーズ、グラスゴー、ポーツマス、コルチェスター等々2030年、とかマンチェスターは2038年とかですね、スコットランドは2045年、その英国全体では2050年と。で、特に私が感銘を受けるのはですね、これは後でまた亀山森さんからですね、ご紹介があるかもしれませんけれども、まさにこの産業革命の発祥の地、石炭を燃やして蒸気機関を動かしてですね、軽工業で産業革命を起こしたイギリスの有名なマンチェスターですね。マンチェスターは2038年にカーボンニュートラルを目指しているわけですね。刃物の町のシェフィールドは2030年、綿工業のバーミンガムはやはり2030年、それから造船業のニューカッスルもですね、まあ、2030年を目指すと。この辺はですね、まあ、我々にとっても大変参考になるわけでありまして、まあ、私はですね、日本の自治体もできるところはもっと早く、あと10年、20年でですね、カーボンニュートラルを目指していただきたいと思っているわけです。で、イギリスの自治体の気候行動計画は続々と今、出版されておりましてですね、まあ、例えば有名なのはブリストルのこのワンシティクライマットストラテジー、それから大聖堂で有名なウィンチェスターもですね、まあ、2030年を
を目指してカーボンニュートラルアクションプランを今実施しているわけです。まあ、これもみんなそうですね。まあ、そういうことで、先ほどご紹介のありましたクライマットエマージェンシーネットワーク、気候非常事態宣言、行動計画の作成をそれを支援する緩い自由で開かれたですね、ネットワークがまあ設立されました。まあ、私たちはですね、1741の日本の自治体のすべてにですね、まあ、一刻も早く気候非常事態を宣言してですね、具体的なカーボンニュートラルアクションプランの作成をですね、まあ、ぜひお願いしたいと、まあ、いうふうに考えているところです。1000の設立発起人、まあ、委員会の紹介はおいてですね、まあ、活動内容としては、ぜひですね、これあのカーボンニュートラルに資するですね、製品サービスあるいはアクションプランの紹介共有、情報の共有とかですね、できればですね、来年の10月以前に、気候非常事態宣言とアクションプランのサミットをですね、国内で開催したいと考えているところであります。まあ、日本は長年にわたる技術革新の積み重ねがありますし、私はですね、やはり明治維新に匹敵するような社会の大転換をこれからやらなければいけない。日本はすでに実績がありますし、意思を統一すればですね、まあ、不可能ではないと、まあ、いうふうに考えているところでございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。山本先生、私たちは今年間で大量な二酸化炭素の排出をしている、330億トンとまで伺っておりますけれども、これはやはり今日は自治体のご紹介が中心でありましたが、まあ、さらに先ほど科学館や博物館という話もありました。さらにさまざまな青少年、市民、専門家、NGO、企業、行政、自由に交流できるプラットフォームが必要であると、一人一人がどのような意識を持ち、つながり合っていくかということのご示唆をいただいたと思います。では、その具体的な今の環境について、では、このあと、日本科学未来館から池部主任いらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。ただいまお話しいただきました、はい、実際の地球上の環境について目で見て私たち一人一人が感じるという、これはサイエンスデータがシミュレーションができるようになったという大きな進化があると思います。そのあたりからぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。日本科学未来館の池部です。私どもはさまざまな科学データを、まあ、お示ししてですね、地球の今、そして、まあ、我々の未来についてですね、来場された皆さんと一緒に語り合うという活動をやってまいりました。そのうちのですね、いくつかのデータを今日はお示しをしてですね、まあ、現在そして未来のことについて、まあ、考える材料にしていただきたいなと思います。東京お台場にあります科学館ですけれども、私どものところにはですね、ジオコスモスという、球体ディスプレイがありまして、こちら直径が6メートルの、球体のディスプレイで、有機 EL パネルがですね1万枚以上貼ってあるものなんですけれども、まあ、普段は気象衛星から撮られた雲の画像を流していますけれども、その他にもさまざまなデータを出しております。来場者の皆様がこのジオコスモスに出されているさまざまなグローバルデータにアクセスできる仕組みとしてですね、ジオスコープという端末も展示場に置いてありまして、こちらのコンテンツの中からですね、いくつかをかいつまんで紹介をさせていただきたいと思います。いくつかコンテンツの中身にはですね、柱があるんですけれども、一つはですね、まず人間活動と気候変動ということです。
まあ、私たちのこの、まあ、気候変動の問題、人為的な二酸化炭素の排出が原因だと言われていますけれども、まあ、どれぐらいの二酸化炭素が、まあ、排出されているのか、これは1985年ぐらいからのですね、地上の二酸化炭素の分布について、観測したものが現在までどのように、推移しているのかということをアニメーションにしたものです。はい、季節変動がありますので、こう振動したりしながらですね、徐々にこう暖かい色にこう今なっていって、おりましたけれども、これをまあ一点で観測しますと、これはハワイで観測された二酸化炭素濃度ですけれども、まあ夏冬のですね、この振動がありながらですね、そのベースになっているところの二酸化炭素の濃度というのが、まあ、年々徐々にこう上昇しているということが非常にクリアに見て取れます。でこの二酸化炭素はですね、まあ、私たちが、まあ、化石燃料を燃焼するということで主に排出されているわけですけれども、まあ、他にも、まあ、このグラフではですね、下のところにありますのは、まあ、森林伐採などのそういった人間活動によっても生じています。この森林伐採はですね、人工衛星から実は非常に克明に、見ることができます。こちらのコンテンツをご覧ください。今地上にですね、赤いチラチラチラっとこう点滅がありますけれども、これは地表面で温度の高い場所を示しています。温度の高い場所というのはですね、まあ、これ森が燃えているんですね。でその、まあ、山火事の、まあ、ほとんどの原因は、まあ、人為的な焼き畑農業だということが、まあ、分かっています。まあ、こういった人間活動の、まあ、結果ですね、まあ、これが地球の気温というものに、跳ね返ってきているんではないかということが言われているわけです。130年前からのですね、地上の気温の変化を今示しています。平均的な値が黒でですね、平均から少し温度が高いところが赤色、暖色系、そして低いところが青で示されていまして、今2010年まで来ましたけれども、全体的に赤いところが多くなっているという変化があったのが分かると思います。でこれを、全球平均気温というパラメーターに直してみたのが上の図です。まあ、各地のですね、気温の変化を平均を取るとどういうトレンドになるかということで、過去130年の間にですね、平均気温が 0.85 度上昇しているということが分かっています。一方ですね、まあ、各都市ではですね、温度が上がったところ、温度が下がったところ、まあ、いろいろばらつきはあるんですけれども、まあ、東京はどうだったかということを見てみますと、この過去100年間の間にですね、東京では温度が3度上がっているということが分かっています。はい、このように、まあ、温度が上がりますと、他の場所にも影響が出てきます。これは北極の海氷の様子です。これも人工衛星でですね、毎日この氷の量は調べられています。それをアニメーションにしたものなんですけれども、これも、ま、夏はですね、ま、北半球の夏はこう氷は少なくなります。冬は増えます。ま、こういう振動しながらですね、ま、徐々に、長期的なトレンドというのが あるのではないかということで、ま、長年調べられているわけですけれども、それのまとめたものがこちらです。冬の間は増えて、夏の間は減るということで、80年代の10年の平均、90年代の平均、2000年代の平均、2010年ということで、こう時代が下るごとにですね、徐々にこう氷の面積が減っているということは非常にクリアに見えています。はい、1年ごとで見るとですね、こうばらつくわけですけれども、10年平均を取るとですね、はっきりと減少傾向というのが見えています。ここの夏の部分だけですね、7月8月9月だけを見てみますと、このように、徐々に、面積がですね、氷の面積が減っているというトレンドが見えているのがはっきりと分かっております。ということで、
今まさにですね、私たちがまあ出している二酸化炭素そしてを原因とするですね、まあ、温室効果によってですね、まあ気温が上昇し、その他さまざまな気候変動が起きつつあるというところが、まあ、まさに見えようとしていることが分かっているわけですけれども、まあ、このままの状態が続くと我々の地球はどのようになってしまうのかということで、未来予測シミュレーションについてもいくつか展示をしております。まず気温です。これが、まあ、今から50年前が、まあ、こんな感じでしたけれども、まあ、現在は、まあ、こんな感じで、まあ、結構もう赤くなっているわけですけれども、このあと2100年まで時間を時計を進めますとどのような変化があるのかということをこの絵図は示しています。はい、赤、黄色、そして白ということで極域にですね、非常に大きな温度の上昇というものが見て取れます。はい、そして北極海の、氷ですけれども、もう減少傾向にあるというのが見えていますけれども、今から時間を進めてみますと、この白い部分ですね、この面積はどうなるかというとですね、今世紀中にですね、もうほぼ消滅してしまうではないのかということがこのシミュレーションから分かっています。はい、この赤い色はですね、海水面の温度を示しています。それから、大気中の二酸化炭素濃度が増えるとですね、海水中の二酸化炭素濃度も増えるということで、これが、海水の pH ですね、酸性アルカリ性と pH の値に反映されるということが分かっています。100年前はこのような分布でですね、まあ、この辺りの、まあ色になっていますけれども、まあ現在はこんな感じで、黄色になっておりまして、そしてこれが、100年後になるとこのような、値にですね pH の値としては、こう下がってくるというシミュレーションが、結果が得られております。はい、これらの結果をまとめたのがこの、IPCC の、報告書にあるグラフなわけですけれども、全体の平均気温がこのように上昇、まあ、何も、対策をしなかった時ですね、この赤で示したこの曲線に乗ってですね、どんどん上昇していきます。そして海氷面積がどんどん減ってですね、今世紀中にですね、北極海の氷はもうほとんど張らなくなるということが、まあ、予測されています。で、このシナリオはですね、こちらに示したですね、この排出シナリオに相当しています。まあ、これからもどんどんですね、二酸化炭素の排出が増えるというような行動を取るとですね、このような大規模な気候変動を導いてしまうということが、まあ、分かっているわけです。まあ、これじゃまずいよねということで、はい、私たちは、この気候変動を止めなければなりません。このような青で示したこのような世界に何とかして、しないといけないよねというところで、じゃあどういう排出シナリオならいいのかということがこの図で示されておりまして、ゼロの部分がここですけれども、はい、今世紀の後半にはですね、ネットゼロを達成しなければならないということに、まあ、なるわけです。はい、ということで、未来の形について、今、データをお示ししましたけれども、また現在に戻りまして、最後にこのムービーを示したいと思います。これはあのアジサシという渡り鳥がですね、北極から南極に向かって飛んでいる様子です。そして海の色はですね、これは植物プランクトンの量を示しておりまして、魚がいっぱいいるところが赤くなっています。はい、鳥たちはですね、この魚を追ってですね、北から南にこう非常に長い距離を移動して、まあ、地球とともに暮らしているということが非常によくわかると思います。はい、なので私たちもですね、地球とつながって地球とともに生きているんだという、私たち人類も地球とともに生きる存在なんだということを忘れずに、この地球の未来について考えていくという活動をこれからも一緒にしていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。以上でございます。はい、池部さん、どうもありがとうございます。気候非常事態は自然災害のみならず、こうしてインフォグラフィックで見ていきますと、
経済、農林水産業の生産に関わることですとか、生態系ですとか、また私たちの健康に至ること、あらゆること、多くの分野にインパクトがあるということが分かります。そういった想像力や行動力のために、そのサイエンスデータのシミュレーションができる時代になりました。こういったデータは一般の方々も共有ができるのでしょうか。はい、日本科学未来館に来ていただければですね、展示で見ることができますけれできますし、それから、iBook という形でですね、これはiPhone でなければ見れないんですけれども、今示しましたこのジオスコープのコンテンツは見ることができます。はい、ありがとうございます、はい、先ほど山本先生が日本科学未来館から非常事態宣言をというお話もありました、ぜひまた後ほどコメントいただきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。では続きまして、私たちのアクションについて CEN から具体的なアクションプランガイドが、作成されております、亀ヶ森様、ご準備の方お願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、日本農林協会コンサルティングの亀ヶ森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からはですね、冒頭山本先生からお話もございましたけども、CEN の設立総会に向けて、気候非常事態行動計画作成ガイドブックと、こういったものになりますけれども、こういった資料を作らさせていただいております。でこれは気候非常事態宣言の後に、具体的なアクションプランをどう作っていくかということの書いたものでございます。その中の少し内容について解説をさせていただきます。ではちょっと画面共有ということでさせていただいてよろしいですかね。ちょっと失礼しました。はい、では少しご説明させていただきます。気候非常事態行動計画ガイドブックについてということでございますが、実はこれは山本先生からご指示をいただきまして、山本先生の監修のもと作ったものでございます。で、このガイドブックでございます。どういう経緯で作っておるかといいますと、まず監修としては山本先生にお願いしております。で私ども日本農林協会コンサルティングが直接ではございませんで、発行としては廃棄物に関して、どう減らしていくかということで活動されています、特定非営利法活動法人のデリジャパンさんが発行されていらっしゃいます。からここ のメインスポンサーでございますサラヤ株式会社さん、さらや SBS 株式会社さんが企画をして、それに基づいて先生 のいろんな資料を拝見しながらですね、私ども日本農林協会コンサルティングが作成編集させていただきました。私ども自体はですね、経営コンサルティング会社でございまして、企業の経営コンサルティングをさせていただいております。その中でですね、サラヤ株式会社さん、デルジャパンさん といろいろとお付き合いがありましてですね、山本先生からのこういったお話をぜひ作らせていただく機会をいただいたというような次第でございます。で少し内容について、順にご説明させていただきます。でこのガイドブックの役割でございますが、山本先生もおっしゃっていました、気候非常事態宣言が自治体様、大学、学会、いろんなところで今されていますが、具体的にこれを行動計画としてどう落としていくんだっていったところをですね、作っていく、手引きといいますか、簡単なガイドブックということでご指示をいただいて作ったものでございます。でこれに基づいて、行動計画の実行ということで具体的な活動とそれをマネジメントしていく、もしくはちゃんとこう予算資金を作っていく、それから成果を見ていくっていうような流れを作っていくためのガイドブックというふうに位置づけております。で、大きくは内容としてはですね、ここにございますように、その
モデルプロセスといいますか手順を書いたものでございまして、まあ、最初にまず現状把握として今現在自治体様等々団体様がどういうような二酸化炭素の量を作ってあの排出していってですね、このままだとどうなってしまうか、もしくはカーボンバジェットといいますかどこまであと排出が許されるのかといったところを把握していただくプロセス、それからそれを使ってカーボンゼロにしていくための道のりですね、そういったもののまず目標を作ることと、それに対してどうロードマップといいますかパスウェイといいますかそういったものを作るかといった、まあ、そこの、オペレーションというかプロセスですね、それから具体的にそれを使って、施策を決めてですね、例えば、排出を抑えるために建物からの排出量をどうするかとか、運輸のところでの排出ガスをどうするかといったところを決めまして、具体的に活動に持っていくといったところがプロセス順に書かれております。でもう一つ大事なところは、この流れプラスこれを国民運動って冒頭ございましたけども、皆さんが参画していただかないとなかなかこうやってくださいと言っても動きませんので、どういった将来ビジョンでこういったことをやっていくんだということであるとか、または市民の皆様が参画する、もしくは団体の皆様が参画するような動員ですね、それをどうするかといったところが少し書かれております。これを合わせてどう進めていくかということがこのガイドブックというふうにご理解いただきたいと思います。内容としてはこちらにございますようにパートの1から4まで、最初に少し気候問題について電波にお話もございましたけれども、簡単な解説をさせていただいた上で、その後にですね、行動計画を今お話ししたように作るところと、どうやって動員をしていくか、市民の皆さんに関わっていただくかということが書いてあります。こういった内容でございます。少し簡単にご説明の例を出させていただきます。最初に少し最初の数ページパート1のところですね、ところではお話すでにありましたけども、排出ガスが増えているとか、世界各地でですね、異常気象というかそういったものが起きている、それから、それを防ぐために、パリ協定もございますけれども、気候ストライキということで、トゥンベリさんがいろいろとお話にあったことであるとか、あと環境大臣の小泉進次郎様がゼロカーボン大臣がゼロカーボンの表明をしていろんなことが動いているというようなお話も書いてございます。その後、どういった動きがあるか、今日本政府はいろんな技術イノベーションのお話を盛んに動いてますし、お話ししました気候非常事態宣言も世界各国以外日本でも一種を始めてらっしゃいます。それと具体的に行動計画を作ってらっしゃるのが今山尾先生からお話ございましたイギリスであるとか、そういったところは非常に進んでおりますので、そこの例を取りまして行動計画を少しご紹介させしているという内容でございます。例えばどういう行動計画になっているかということで、これがイギリスの先ほどちょっとブリストルというお話も出ましたけども、ノッティンガムとかですね、こういったところでの、内容にございます。ここにいろいろと書いてございますけども、多くはそうですね、50ページから70ページぐらいの行動計画のものが多いんですけれども、こちらにちょっと標準的なということで書いてありますけれども、イントロダクションで、将来のビジョンであるとか、地域がどんなふうに今気候危機にあるのかということが書かれておりまして、その後これを行動計画を作る上でどんな検討プロセス、市民参画をいただいているかというようなこと、それから冒頭申しました現状認識、それから目標の設定、それから具体的なアクションプラン、その後大事なのが、それをどうモニタリングして評価をして、また、いわゆる PDCA であるとか、そういったマネジメントサイクルを回すのかというようなところまで書かれています。もちろんこれが各自治体さんでもですね、日本でも環境省さんのガイドに基づいてですね、こういったことは動いてらっしゃるかと思います。ただイギリス
の各自治体ですと非常にこうそれを市民に伝えるために分かりやすい冊子としてですね作られているなといったところが、まあ、大きな特徴でありますし、各自治体ごとに、標準化されているというよりはそれぞれの特徴を出したですね、まあ、それぞれオリジナリティのあるいろんなこの行動計画を作られているといったところになろうかと思います。少しこう細かい内容になりますけれども、このガイドブックの中にはカーボンニュートラルを目標を決めて計画を作っていくような少しこう計算式が入りますけれども、取り組みのプロセスが紹介をさせていただいています。例えばこの左上の図ですけれども、これはノッティンガムの例なんですけれども、まあ、今までももちろん何もしないわけではなくて、二酸化炭素削減に取り組んできたと。でところがですね、イギリスの場合カーボンバジェットっていう仕組みを使ってまして、この都市はあとどのくらい排出が許されるかと、まあ、それ以上超えると例えば気温が 1.5 度以上上がってしまいますよ、まあ、2度上がってしまいますよっていうようなある程度予算ですね、そういったものが各都市に降りています。例えばこの緑の部分がそうなんですけども、それを今のままのスピードで落とすと、まあ、例えば2027年で使い切ってしまって、あとは予算以上に CO2 を出してしまって、それ2050年でもまだゼロにならないというようなところが現状としてシミュレーションされています。でこれを例えば2030年、まあ、もしくは2050年でもいいんですが、落としていくためにはこの残った緑のものをどういうカーブでこう落としていくか、排出の削減カーブをシミュレーションします。例えば緑が一番よくって2030年ですが、かなりの量をこれ落とさないといけないということになります。まあ、もちろん成り行きがこの線ですので、ここまで落とすということができると、まあ、一番よろしいんですが、まあ、最悪50年までにゼロにするには、まあ、こういうカーブでないといけないというようなことが現状分析として出てきます。そのために、まあ、この目標こういったものに対して、この範囲の中でどういったいわゆるこう輸送であるとか工場であるとか建物からの排出をどう落としていくんだということで、現状とその割合を出した上で、この今の大きく出ている分をいろんな施策を使ってこう落としていって、最後ここまで2030年もしくは2050年まで落としましょうといったことを、非常にこう何て言うんでしょう、科学的といいますか、計量的係数的にこう論理的に作ってあります。まあ残りは残った場合はカーボンオフセットというようなものを使うことになります。まあ実はその言葉だけではなくて、こういったエビデンスベースといいますか、そういったものが非常にこう大事にしてですね、論理性を持って説得をしていくといいますか、そういったところがこのイギリスのものにのすごくこう例で特徴といいますかね、しっかりしたところだと思います。もちろんそのどういった対象として二酸化炭素を減らしていくかといったところで、まあ、いわゆるスコープそれからセクターというようなことですが、まあ、スコープはその街の中のどの範囲まで、まあ、街の外まで考えるのかどうかということですが、そういったものを、まあ、ご承知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、決めながらやっていく、それからセクターっていうのはどういったところにどういった発生源があるかといったところをしっかり抑えていきましょう、まあ、こういった区分を明確にする上した上で、それぞれが今現状がどうでどこまで落とせるかといったところをこう分けながら分析しながら進めていらっしゃいます。それからこれが具体的なカーボンニュートラルにしていくためのプランですね、まあ、ここに輸送とか住宅、エネルギー、まあ、オフセット生物多様性等々ございますけども、それぞれの区分でどんな手を打っていくか、まあ、もちろんその電気自動車をこのぐらいにしましょうであるとか、例えばイギリスですとそこの石炭がまだ貧困層の中ではよく暖房で使われますので、そういったところに対して補助をしていきましょうというのも出てきます。それから輸送ですと、なるべく
まあ、身近なもので言うと、あまり飛行機乗らないようにこれからしていきましょうとか、まあ、休日になるべく自動車じゃなくて自転車を使いましょうというようなものも書いてあります。そういったあの大きなことを取り組まないといけない。例えば国家レベルでやってほしい問題も書いてありますし、一人一人の住民の方が何をすればいいかという非常にこうミクロなものについても書かれています。まあ、そういったものを、あらゆる可能性として出した上で、このアクションプランを作られています。もちろんアクションプランで減らすばっかりですとですね、例えばある人には有利だけどもこちらにはちょっと不利になるとか、まあ、下げたいんだけども非常にコストがかかるというようなものも出てきたりします。まあ、そういったところを少しこう考えて、例えばこういった CO2 を減らすということが逆に経済的にも便益があるんだとか、社会的にも便益がある、もちろん歩けば健康になっていくというようなこともありますので、それから環境的な便益もある、こういったところでいわゆる高ベネフィット相乗便益っていうのを明確にしていくっていうことが、まあ、皆さんを巻き込んでいく上では非常に大事です。まあ、減らすばっかりじゃなくて他にもメリットがありますというようなところもしっかりと述べられています。でこれが具体的な動員の工夫ということで、これがブリストルですね。ブリストルの方から公募でですね、こういったことを取り組む市民の皆さんを集めた中でいろんな計画を作ったり、専門家から意見を聞いてどんなことをすればいいかという優先順位を決めたりするようなことをされています。まあ、そこにはこういった非常に分かりやすい、市民の皆さんに分かりやすい絵を使ってですね、文字ばっかりの書類ではなくて、なるべくこうアピールできるような、まあ、ちょっと、ある意味のインフォグラフィックスですけども、こういったものを使って、やっています。あとはやっぱりこう町としてはビジョンとか先の何て言いますかね、イメージっていうのが非常に大事です。減らすばっかりっていうのはやっぱり苦しい作業ですんで、いやこういうことをすることによって、例えば冒頭山本先生からも例えばマンチェスターの話とかありました。例えば産業革命では非常に出して CO2が出てしまって、それに対して今はやっぱりこう使命感を持って世界に対してこういったことをやっていこうというようなものであるとか、やはりこうヨーロッパの中でもイギリスっていうのは非常にこうそういったものがありますんで、いろんな都市でですねカーボンニュートラルにするのに一番早くやろう、例えば30年じゃなくてうちは2028年でやってしまいますよというようなものであるとか、いろんなこう強いメッセージがビジョンとかこういったタイトルに表しています。だからこういったものも少し必要になってくるかなと思います。まあ、これが内容ですけども、まあ、全体的にはですね、やはりこう非常事態エマージェンシーであることと、やっぱり動員をしようというモビライゼーションですね、こういったことが強く内容としては出ておりますし、例えば具体的な進め方としては進め方、まあ、単純に宣言だけじゃなくてこういうプロセスで減らしていくんですよってあることであるとか、具体的に効果的な施策っていうのはこういうものがあって、ここに集中して予算を使った方がいいですよっていうようなところも書かれてあります。それから数値の根拠ですね、先ほどちょっとだけご紹介しましたけども、期間とか量、そういったものが現状値と目標値が、まあ、数字でやっぱり語られてるっていうことが頑張ろうだけじゃなくてですね、まあ、根拠エビデンスっていうのが非常に大事にされていますし、社会課題ですね、減らすばっかりじゃなくてやはり、市民全体貧富あると思います、いろんなものありますけども、公平にこういったことが取り組める、公平に便益があるっていうようなことであるとか、地域の将来の発展をちゃんと語ってあるっていうようなことが大事だと思います。あとは、まあ、戦略性ということで短期にやること、それから中長期にやることがちゃんと区分けされていると、何でもごちゃごちゃではないようなことなんていうことがいろいろと書かれています。ちょっと早足になりましたけども、まあ、こういう内容とこういう特徴を持って、このガイドブックにいろいろとこう、50ページぐらいあるんですけれども、いろいろと書かせていただいておりますので、まあ、興味のある方はぜひお読みいただきたいと思います。で、この冊子でございますけれども、まあ、表紙はこのエド・ホーキンス先生の
いわゆる気候ストライプということで気温の変化が書かれておりますけれども、デリージャパンさん、ここにありますような、URL もしくはここに ありますお電話番号にかけていただきます。これ非売品でございますので申し込んでいただけますと、入手が可能でございますので、ぜひ、これを一読していただいてですね、役に立てていただければなというふうに思っております。ちょっと脱迫でございますけれども、私の方から解説ということで以上で終わらさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。はい、亀ヶ森様どうもありがとうございました。実際に現状把握が必要であるということと、その目標設定を行う、でその間の達成までの道のりのロードマップについて、たくさんの事例から、それぞれの自治体であるとか企業、そして団体がどのようにありたいかという未来からの、そのバックキャストと言われますが、そちらに照らし合わせて有効に活用できるガイドブックですね。どうもありがとうございます。また後ほど、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ただいまはやはり根拠エビデンスが大事というお話も出てきておりました。ではここで続いて、森先生より、JST の低炭素社会戦略センター、こちらでは日本のカーボンニュートラル社会づくりについてどのような研究が行われているのか、そして日本の国内外の低炭素戦略における最先端科学技術についてお話をいただきまして、大変サイエンスって科学というと一般の私たちからすると大変遠いような印象もあるのですが、実際に自治体などでもそういった取り組み、このカーボンニュートラルへの取り組みもあるようです。そういったところも含めまして、では森先生よろしくお願いいたします。科学技術振興機構低炭素社会戦略センターの森と申します。よろしくお願いいたします。こういうタイトルで、特に技術について、どういうアクションを取るかというところのお話なんでございますけれども、まず最初にこのスライドをお見せしたいと思います。これは話題となりました 1.5 度安定化のためにですね、どういう排出経路があるか、これは IPCC の 1.5 度報告書の中に出てくる図でございます。これどう見るかというとですね、これ世界全体で 1.5 度を達成するために2100年に向けてどのように CO2 排出を抑えなければならないか、そういう図でございます。ちょっとこの色が重なっておりますけれども、見方としては、産業、輸送、建物、また電力をどう使うかのほかにですね、炭素を回収して地中あるいは海底に貯留するという CCS、 これはこのオレンジともオレンジ色の部分ですね。そしてさらにですね、この黄色の方が図が下にございます。これがですね、ベックスと書いてありますけれども、ネガティブエミッションをかなり導入しなければならないよという、そういう図でございます。その上の茶色のところも ありますけれども、要はですね、ゼロにするのは大変だということは、それは実は元の社会がどういうシナリオを選んでいるか、どういう経路で発展しているか、どういうエネルギーの使い方をしているかによって大きく変わってくるというところが、ポイントでございます。この下に LED、S1、S2、S5、4つの図がございます。これはですね、もともと、例えば、世界が低エネルギー需要の世界を作っていたとすれば、その場合には、この黄色の部分がほとんどないわけでして、そういう、負の排出、人工的な吸収、例えば、大気から直接、炭素を回収して、地面の下に埋めるとかですね、あるいはもう莫大な森林吸収といってもこれなかなか難しいんですけど、そういうものをどんどんなくとも達成できるよという世界があります。それから S1 という環境成功世界ですけれども、ここでは、世界が協力的であり、情報化など低炭素の、産業を優先させると、そういう世界であれば、これもそれほど大きくなくていいと。で、一番右の S5 というのは、過去の化石燃料依存世界をそのまま延長するような社会です。もしそういう社会から
どうしても 1.5 度目標を達成しようと思うと、非常に莫大な CO2 を抑えるだけではなくて吸収しなければならない、こういうシナリオで、なってございます。つまり、1.5 度目標を達成するためには、ゼロにするどうすればいいかということだけではなくてですね、もともとの、世界観あるいは社会がどういう方を向いているかによって必要な努力の量も変わってくる、そういうようなメッセージがございます。これは先ほども、一番最初に山本先生のご紹介にもありました、菅内閣総理大臣所信表明の中の、2050年までに温室ガス排出を全体としてゼロにすると、こういう宣言でございます。ではこれを一体どうやって実施していけばいいか、私の、発表に関しましてはどういう技術オプションがあるかというようなそういうところについてのご紹介となってまいります。ここいくつかもキーワードがあるんですけれども、この長期戦略のためには排出削減にこれを実装する、そして2050年までに実施すると、これは先ほどもありました最初の中ポッツは長期戦略、これは G20 でもコンセンサス賛同だということがございます。しかし問題はこれがですね、たやすくはできないということ、たやすくできないということは、物理的に難しいというだけではなく、お金がかかるということはやっぱりもう障害になってまいります。そこでですね、では例えば、日本の政府はどういう報告書を出しているか、これは令和2年1月21日、今年の初めですね、統合イノベーション戦略推進会議というところで、こういうような技術オプションについての一覧をいろいろと出して報告書が出ております。ご関心になる方はこの政府のこの報告書を一応目を通していただきますと、いろんな産業界だけではなくてですね、エネルギー転換から農林水産業までいろいろな分野の専門家の方がですね、こういうオプションがあるとかこれが大変だというような報告をまとめてございます。一つ一つ説明していくと大変なんですけれども、ここで一つ大きなメッセージがございます。最初の方はですね、いかにして CO2 を下げるかということ、そのオプションが産業などにはありますけれども、それだけではなくてですね、この4番には、先端の削減技術を活用するだけではなくて、ビッグデータを使った都市マネジメントを変革しようとか、シェアリングエコノミーに、あるいは省エネ、テレワーク、働き方改革、行動変容の促進という形で社会として対応していくことが大事だという、こういうメッセージもございます。さらに農林水産業からはこの吸収台のほかに農畜産業からのメタン、亜酸化窒素排出削減などまた全体的なオプションが出てきております。つまりですね、これも CO2 排出をゼロにしようと思いますと、個別の削減技術の積み重ねだけではなくて社会全体的な対応が必要になっているというのが一つ中心的なメッセージでございます。これは先ほどお見せしました IPCC の報告書でも、ベースとなる社会の在り方によってこの 1.5 度目標の達成への努力具合が、必要度合いが大きく変わってくるという話と、これは大きく整合しております。そこでちょっとこの科学技術振興機構、私のおります低炭素社会戦略センターのミッションについて、簡単にちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、先端技術の開発そのものを直接やっているというよりはですね、ここでは、明るく豊かなゼロミッション社会、こういうキーワードを挙げておりますけれども、科学技術がどう導入されてくるか、そういう社会をどう実現するか、そしてまたそのゼロエミッション社会の実現に向けいつどういう脱炭素技術が必要かというように、技術を社会に入れていくための評価を中心として行っている、そういう組織で、ございます。これもパンフレットの再録でございますので見ていただいては早いんですけれども、個別の技術というものだけではなくて将来ビジョンをどう策定するか、どのタイミングでどれ入れるか、また特に
社会に受け入れてもらうためにはコストというものが非常に重要な役割を果たしてまいりますので、そのコスト評価を科学的にやっていこうというのがミッションといいますか活動の中心でございます。これさらに具体的なテーマですけれども、これは2015年の CO2 排出量割合の実際でございますが、まあ、電力、産業、運輸、そしてさまざまな熱量、これをゼロエミッション化するにはどこにどういう技術を具体的に入れていけばいいか、そしてまたここからこれからどういう技術の開発が必要になろうかというような、そういうような活動を行っております。一つ、例をご覧に入れたいと思います。まあ、ご存知の通り太陽電池の発電コストは過去、20年ぐらいの間に、非常に低下したわけでございます。で、それが何によったかということもありましたけれども、この LCS ではかなり早い時点で安くなるよということを主張していたんですけれども、なかなか直感的に受け入れられないところがあったんですけれども、単なる過去のトレンドではなくてですね、モジュールの組み立てとかセルの製造とかウェハの製造というように、いろんなエンジニアリングの段階ごとに固定費変動費は一体どれくらいの見積もりになるか、こういう見積もりを積み重ねていくことで、今ですと例えば9円キロワットアワーができるんじゃないか、そしてさらに2030に現状のモジュールを使うにしてもさらに安くできるんではないか、4円まで下げられるんじゃないかと、こういうような評価を行っております。つまり先端というよりも先端に持っていくためにはそれぞれいろんな展望がありますけれども、具体的に作っていくプロセス、エンジニアリングに得意とするメンバーが多いものですから、この積み重ねでちゃんと行っていってここまでいけるよと、決して過去をただ伸ばすんではなくて、このあたりまで導入原価下げられるんじゃないか、というようなものをさまざまな技術について現在調査して積み上げているところでございます。それを裏付けておりますのがこの技術シナリオを与える評価プラットフォームのそういうツールでございます。まあ、ちょっとこれはこれまでの話と違いまして、実際にまあ工場で生産するような製造するような方々の方のツールになってまいりますけれども、まあそこまでいかなくともですね、コストというものがどうやったら下げられるのか、それを実現するにはどういう技術があるのかということをかなり深掘りしたところから評価しているところが特徴でございます。これは例えば固体酸化物型燃料電池、それをシステムの設計の仕方によって、コストも変わってくるし、生産によって規模によってコストも、あり方も変わってくるだろうと、こういうような評価を行っている、まあ、こういう、ところから、ちゃんと技術として根拠のあるような形でも将来コストを導こうとして、そういう体系を作っているというのがこの LCS の特徴でございます。まあ、これもその例ですけれども、寿命をどう見るか、それから年間の生産規模でどれくらい変わるかと、で目標のキロワットアワー10円をどうやって達成するか、さまざまな角度から設計方針を出しておいというところでございます。まあ、その意味で申しますと、このあたりの技術というのは、先端技術を開発しているというところとは少し違いまして、先端となる技術が社会に受け入れられるコストで提供されるためには、一体どういう条件が求めていけばいいのか、そういうものが、主な活動というふうになっております。これは電力部門におけるゼロエミッション化実現のための革新技術、これがどこまで寄与できるかというような、まあ、その表の一部でございますけれども、2018年は発電コストがだいたい15円ぐらい、キロワットは15円ぐらいだったものがある。でこれがですね、発電電力量がいろいろと変わってくるんですけども、コスト最小化でなってきますと、どのくらいまで高くなってくる可能性があるのか、革新、ちょっとこれは表が見づらいかもと思いますけれども、
革新技術の導入がないまま、発電電力量がもしも2倍ぐらいまで必要になってしまったら、その時は一体いくらでできるんだろうと。2倍というのはちょっととんでもない数字に思われるかもしれませんが、ゼロエミッションを目指してまいりますと、今使っているガスだとか、灯油だとかですね、そういう家庭部門も電気に置き換えていかなければなりませんし、その他にも、ガソリン需要も電気自動車を置き換えていかなければならない。そしてさらに情報化の進展によって、データセンターなど、電力を食う設備がかなり必要になってくる可能性も出てくるわけですね。そういうさまざまな条件の下で、新揚水発電とか高温岩体発電や地熱発電など動機を輸入していけば、14M は達成できるかもしれない。もちろんこれはですね、いろんな条件が出て他にも出てまいります。新エネルギー、再生可能エネルギーだけで、電源検討を安定させるためにはどうすればいいかとか、さまざまな技術的な制約がこれに詳しく関わってきますけれども、詳しいことはちょっとここでは省略いたします。そういう条件の下でいろんな評価を行ってきているというところです。で、先端と申しますか、ひょっとしたらこれが必須になるかもしれないというのが、最近注目されております、ダイレクトエアキャプチャー、大気中からの CO2 を直接吸収するというような技術オプションでございます。これもある意味では非常に、なんでそうまでしなきゃならんのだと言いたくなるような技術はございますけれども、セメントとか製鉄とかなかなかゼロにできないとしたら、こういう技術も必要になってくる。火力発電所のすぐそばに置いて、吸収して、そして液化して運ぶというそういうシステムが今かなり提案されておりますけれども、この方がコストは効率いいんですけども、その代わり大気中から直接吸収するんなら、溜めやすい場所の近くに地球上どこになってもいいわけだから、そういうメリットもある、液化しなくていいというメリットもあるというわけで、いろいろと今評価を行っております。まだなかなか安くはできません、けれども、組み合わせによってはゼロエミッション化はかなり安くできる可能性も見えてきております。このように技術コストを通じて社会の在り方についても議論しているところでございます。これはのまとめなんですけれども、ちょっと早いかもしれませんが、この技術開発が大事なことは間違いないんですけれども、その技術が社会に広く受け入れるための社会の在り方、その道筋というものが一つ大事なポイントになってまいります。そしてさらにですね、そういう技術が一瞬の線香花火に終わらず持続可能であるためには、エネルギー技術だけではなくてですね、情報技術の寄与とか地域の自立とか資源の利活用、住まい方モビリティのあり方とか分野間の総合作用と総合的視点からの評価が大事であろうと、これは私としてのメッセージといたします。特にこの最後のこの私の大事な大好きなスライドでもございますけれども、将来にビジョンを持つことが何より重要と考えます。これはドラッカーという経営学者の有名な言葉ではありますけれども、将来予測を行うというのは明日何をすべきかではなくて今日何をすべきかということである。今回のこのネットワークもそういう意図からできたものと思います。そのビジョンですけれども、これも私もいつも使うスライドです。20世紀の予言というのが1901年に出されております。この明治の識者は、社会のニーズを鋭く理解して、無線電話が世界諸国に連絡すること、遠距離写真、それから写真電話、さらに買い物弁法としては、写真電話で遠距離にある品物を改定して売買の契約がすぐできる、鉄道は、東京神戸間は2時間半で行けるようになるだろうと、こういう、ビジョンを出していると。これ他にもいくつもございますけれども、この、技術と社会についてはこういうビジョンが特に重要であろうというふうに私も通して、この明治の記者に負けないようなビジョンを作りたいものというふうに、考えております。これをもちまして私のプレゼントさせていただきます。どうもありがとうございました。森先生ありがとうございました。
先ほど山本先生から産業革命で、たくさんの空気中に放出されたその二酸化炭素、その産業革命の活躍していたエリア、イギリスですとかそれぞれのコミュニティが今空気中のその二酸化炭素を吸収するですとか活動の方にも大変前向きになっているというお話があったところですが、いろんな技術があるんですね。そして経済的なメリットですとか社会的環境的なメリットもこれから の, そのグリーンリカバリーということの活動の中にあるということ、科学とそして一般の市民の私たちがつながるのはとても難しいと思うんですけれども、そのあたりは一言森先生いただけませんでしょうか。いかがですか。ですね、共通の理解が大事だと思います。過去の科学というのはちょっと知らないうちに入ってきて、知らないうちにエネルギー使って知らないうちに食い下がったというところがあるかと思いますけれども、これから先はですね、供給者だけではなくて消費者の側も意識して技術を使って選んでいきませんとですね、広がらないだろうと。特に移動需要だとかそういう情報の活用というのは消費者の方もこういう活動に参加することによって共通して理解して参加することで初めて成功するんじゃないかというふうに思います。これは供給する側も大事なポイントになるかと思います。はい、今私たちがこの一歩歩んでいるときに、この電車で動いたり車で動いていることがどういうカーボンフットプリントってありますが、そういったことにも意識を持っていくってことも大事になるということですね。はい、おそらくそういうことだと思います。ありがとうございます。平川さん、皆さんオーディエンスの方たち視聴者の方たちからのご質問をいただきたいと思いますので、スライドのご案内をいただけますか。こちらを通じて、皆さんにご案内している間に、各ご登壇いただいている方々のお声いただきたいと思います。山本先生いかがでしょうか。いや私はもう2050年カーボンニュートラル、カーボンニュートラルは一律化ですんでね、これは温室効果ガスの排出量を上回る吸収量を作り出さなければ地球気候は安定しませんので、まずこのカーボンニュートラル2050年、これを全力で実現するためにですね、社会の総力を挙げないといけないと思っております。でその時に先ほども申し上げたんですが、もう30年と言わず10年20年で達成するところがたくさん出てこないといけないわけですね。それでこれは闇雲にやるんではなくて、もちろん人口が減少し高齢化社会になるしですね、まさに SDGs と整合性を持ったカーボンニュートラル社会を作っていかなきゃいけないと。で私先ほど調べて仰天したのはですね、このままいくと2040年にはですね896の日本の自治体がこれが消滅可能都市になるっていう推測があるわけですね。これは女性の割合が減るとか流出人口があるとかですね、それで2040年は896のうち523が人口1万人を切るという予測もされているわけですね。ですからこれ消滅してしまうとカーボンニュートラルどころかカーボンマイナスにこれは なってしまうわけですが、まあそれはそれとしてですね、永続地帯という考えもあってですね、これは大きな産業を除けばですね、民生用の民生のその食料およびエネルギーが自給できるところが日本では70自治体あると。あるいは私が期待しているのは門前町でありましてですね、例えば伊勢市とか出雲市、あるいは高野山の山の上の高野町とかですね、そういうところは皆さん宗教意識が高いんで、この先ほど森先生の紹介されたさまざまなテクノロジーをうまく使ってですね、あと5年10年でカーボンニュートラルが実現できるんではないかと。だからいかに我々はですね、10年20年でカーボンニュートラルが達成できるようなですね、まあ、自治体とか大学とか企業をですね、まず作り出して、それを模範にしてですね、東京都のような大都会をですね、2050年カーボンニュートラルにするか、
そういう戦略と、それからアクションプランの作成とその実行、この辺がですね、まあ、突進しなければいけないと私は思っております。ありがとうございます。日本はこれまでのイノベーションの歴史を通じても前例があるとそれをより良くしていくという、そういう経験値が非常に重要で、またその力があると言われています。今日は亀ヶ森様からガイドブックのご案内があったんですけれども、亀ヶ森さんいかがでしょうか。ここまでご一緒していただきまして、はい、はい、先ほど実際に、ま、科学の視点から根拠やエビデンスをどのように見ていくのか、ちょっと専門的なお話も多かったんですけれども、こういったことを分かりやすくガイドブックでも紹介していただいています。そして科学と一般の人たちがつながる必要があるというお話も先ほど森先生からいただいたところでした。いかがでしょうか。はい、今例えばその SDGs の話であるとかいろんなものが出てきていると思います。まあ、それも含めて若い人たちがですね、非常にそういったことに関しての関心が高くなってきているなっていうのが、例えば私どもの会社でも若い人が入ってくる、それから若い年齢の人たちはそう思っています。まあ、そういったところで非常にこう旺盛にですね、そういった科学がどういうようなことを考えているんだとか、どんな動きでどんな、例えばインジケーターといいますか、どんな指標がどう落としていくんだみたいなところに非常に関心が あるなというふうに思いますので、そういってみるとやっぱり若い世代の方、我々はちょっとあれですけども、若い世代の方に非常にこう期待感があると思いますので、そういった方々がこういったものに関心をどんどん持ってもらうようなことで、その科学のものも含めてですね、盛り上がっていく可能性があるんじゃないかなというふうにちょっと考えております。はい、ありがとうございます。そういう点からいきますと、サイエンスコミュニケーター池部主任いらっしゃいますか。いかがでしょうか。特に科学未来館で担われるという、はい、その重要なこれからの時代のメッセージの発信があると思うのですが。そうですね、ありがとうございます。やはり一人一人の、まあ、よく言われることですけれども、一人一人の力がまあこう束になって、さらに大きな力になるんだということなんですけれども、やはり冒頭の山本先生の話にありましたように、もうこれ緊急事態なんだというところで、もちろん一人一人の意識を変えていくことは基本的に最も大事なところなわけですけれども、やっぱり束になってかからないといけないっていうことが非常に重要だと思うんですね。なので山本先生から未来館ぜひ緊急事態宣言を出してくださいという話がありましたけど、やはり、まあ、職場という単位、まあ、地区、もうさまざまなところが出しているというご紹介ありましたけれども、やはりこういろんなところを巻き込んでいく、そして、まあ、一人の力ではダメだけれども、やはりみんなで力を合わせると、まあ、あるいは力を持っている人に、それをお願いするというようなことで、やはり我々一般市民がですね、まあ、消費者というステークホルダーとして、まあ、社会の中で責任を果たしていくということだと思うんですね。やっぱり選択、さまざまな社会の中での行動の選択の向こうにですね、脱炭素社会というものを見ながら、一人一人が行動するということが大事なんだろうなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。スライドでご質問いただいた中に、例えば、気候マーチですとか、いろいろな活動をしているその若い人たちももちろんですし、一般の市民もその活動が今世界中で盛り上がっているんですが、中にはそれを冷ややかに見る人たちもいるのではないかという質問をいただいています。山本先生、最後に一言いかがでしょうか。こういったこの市民の動向について、皆が一つにつながるのには何が一番大事だと思われますか。いや、若い人たちの抗議の声はですね、正当だと思いますね。これはもう全世界の科学者がですね、若い次世代の人たちの叫び声はですね、我々は真摯に受け止めなければならないと。これ冷ややかに見るっていう考えは、全く私は科学的な根拠を書いてると、いうふうに思います。ぜひですね、
この若い人と手を携えてですね、ぜひカーボンニュートラル社会を一刻も早くまず実現したいというふうに考えています。ありがとうございます。確かに2030年、20年後の2040年、それは若い人たちが主役になっている、その人たちの世界であるということを今改めて想像力をたくましくさせていただきました。ある意味未来からの借り物を今私たちは生きているということも考えられるのかもしれません。今日はその想像力とこれからの行動力について皆様と共に考えていく、そしてたくさんの情報を共有させていただくひとときとなりました。オーディエンスの皆様いかがでしたでしょうか。先生方皆様どうもありがとうございました。時間となりましたのでこちらまでとさせていただきます。以上でオンラインセミナー気候非常事態ネットワーク CEN 指導、自由で包摂かつ公正なカーボンニュートラル社会への国民運動時代を終了させていただきます。講演者の皆様ありがとうございました。またご視聴いただきました皆様ありがとうございました。